はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。スターウォーズポケット始めていきましょう。プラス私は喜多方くるみ、よろしくね。農園で収穫できるわよ。プレゼントが届いてるわよ。気合い入れていくわよ。ローズステークス。ベストバ体重506キロ。どんどん休んでいくしかないな。では、飛ばします。はい、コバになりました。型の名鉄、入球させます。お、ベストバ体重508キロに上がりました。これで2段階目の成長ってことですよね。これが最後の成長か。嬉しそうね。何か用ですよね。不良ババが災いしたかもね。あ、実はですね、これ飛ばしてしまいまして、実は中日新聞杯走っています。気合い入れていくわよ。最後新玉ワンダーに刺されて2着でした。よ、まずまずかしら。まずまずかしら。何かよ。ダート走るのもいいかなと思ってるんですけどね。来週ですね、多分。あ、来週じゃないか。一着で500枚と出すんだったら出してあげましょう。何かよ。高山得意ですしね。あ、東京か、これ品富士は。天気は両馬場、東京ですね。グリグリ 1.2 倍、ダントツです。しっかり勝っていきたいな。2番人気はサンデーブランチですが、
これ 13.9 倍もありますからね。本当に落とすわけにはいかないです。行ってみましょう。白富士ステークスです。さあ12頭のゲートインが完了しました。体制完了、スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。8番片野名鉄、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。それからウィンドフィールズ、内を通ってスルスルと菅野王子が上がっていきました。その外に7番桜スピード王、それから成田キング王、内を通りまして SG フラット、そしてその後ろから1番サンデーブランチ、それからもう1頭東海サイレンス、10番 AM トップダウン、この辺りちょっと離れている大沢サージャン、その後ろでやりましょうか。11番神のマジック、そのうち9番田村ホームズ、流れるようにレースが進む。大欅の向こう12頭が差し掛かろうとしております。そのうちからは SG フラット、先頭を守っておりますが、府中のスタンドが揺れています。長い直線持つのか距離は。さあ先頭はもうウィンドフィールズに捉えてるぞ。外から懸命にウィンドフィールズ、2番手にウィンドフィールズ、先頭パタノメイテツ、しかし差はそれほどでもない。さらに外成田キング王か、成田キング王か、でも足がそんなに変わらない。ナラホームズ来たがこれは届かないだろう。先頭エビナとパタノメイテツ、頑張る頑張る、エビナとパタノメイテツ打ちましたね。先頭エビナとパタノメイテツ、パタノメイテツ今日は強かった。最後引き離しました。いい内容での、強い内容でのレースでした。さすがにオープン特別まで落とせば勝てるか。よく頑張ったわね。一着八番。どう、気象穏やかだってことは分かりました。当番以上のように確定しました。頭牝馬もいいですね。次があるわよ。ここで終わるような馬ではないです。待つ待つか。ここで思い切って瞬発力いきましょう。総合的に強い馬を育成です。いい感じだわ。お僕ですね。何かよ。今26周ですね。残りはもう一戦だけ やろうと思います。ではまた後で、はい、入球させます。いい感じだわ。いい感じだわ。何かよ。微妙な発言ですね。今回3月の4週か、日経賞がいいかもしれないですね。大阪杯より日経賞出しましょう。気合い入れていくわよ。待つ待つかしら。回復か。嬉しそうね。農園で収穫できるわよ。レースです。日経賞に出します。海老名騎手継続して騎乗です。何かよ。楽しみ。農園で収穫できるわよ。農園で収穫しましょう。豪華な種袋を植えてみよう。気合い入れていくわよ。ではですね、日経賞レース行きましょう。
番人気だけど。一番人気なんですね。ローゼンカバリーと人気を分け合っております。他天神将軍、大和王州ぐらいかな。そしてこれが大和王州ローゼンカバリーですね。あ、そうか、ローゼンカバリーサンデーサイレンス3区なんだ。レース日経賞です。春の盾を見据えるトップクラスの馬たちが集います。日経賞 2500m、 まずまずのスタートかと思います。さあ先行するのは何か。先手を取ったのは3番大和王州、それから1番マウンテンストーン、バンドリオバリー、7番ステイゴールド、そのうちにキラー城、その後ろでやりましょうか。5番天神将軍、そのうち2番ローゼンカバリー、それからもう1頭シグナスヒーロー、内を通りまして片野名鉄優先賞、それから足毛の馬体トキオエクセレント。ね、さあ先頭の方はどうなっているか。先頭行くのは3番大和王州、2馬身リード、これを追って1番マウンテンストーンであります。そしてその後ろから6番バンドリオバリー、ステイゴールド、11頭第1コーナー右にカーブを取ります。内を通って2番ローゼンカバリー、そしてその外に5番天神将軍、キラー城がその後ろ、その外シグナスヒーロー、今日も勝利をつかむか。片野名鉄と海老名騎手、8番優先賞、1番後ろにトキオエクセレント。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭は依然として3番大和王州、1番マウンテンストーン、その後ろ3馬身くらいあって6番バンドリオバリー、そして4番手にステイゴールドであります。ローゼンカバリーが内内を行っています。まもなく第3コーナー外を通りまして、天神将軍、キラー城がそのうちにいます。外を通ってシグナスヒーロー、片野名鉄はこの辺り8番優先賞、トキオエクセレント。気がつけばもう4コーナーです。これが先頭大和王州であります。さあものすごい歓声の中山競馬場、連勝なるか。片野名鉄、さあ先頭は、ああ鋭い足に伸びてきた。ムチが飛んだ海老名と片野名鉄、この場は粘れるか。さあこれはローゼンカバリーをかわしていく。片野名鉄が来ている。片野名鉄が襲いかかる。片野名鉄やりました。先頭に立った。1着片野名鉄、末脚爆発、まるで疾風のごとき走りです。直線の短い中山、得意馬場とはいえやっぱり差しとか追い込みいいんじゃないでしょうかね。スタートはなかなかいいんですね。だから逃げになってるのか。以上のように確定しました。なんで逃げないのがもったいないっていうのはありますよね。特にまだまだ次があるわよ。直線の短い中山だといいわね。スイカ、いい感じだわ。何かよ。距離適性がまだわからないですよね。春天出てもいいけど、春天距離が持つのかっていうのはありますし、まあ春天間に合わないですけどね。一回は出してみたいけど、敵距離のレースがないんですよね。よく考えれば目黒記念ぐらいか。何かよ。出発予定まだ明らかにされておりません。まあひとまず中一新聞杯こそ2着でしたが、オープンの白富士ステークス勝って、そして G2 の日経賞も、勝つことができました。やっぱり2500とか、距離適性ありそうですね。まあ、得意な中山だったの大きかったかな。というわけで、次回、春の天皇賞はちょっとローテー的に、シーズンが無理して出すかもしれません。
また目黒記念なんかも視野にありますね。残り22週一層の飛躍をと思います、次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。またですね、ツイッターのフォローもお願いいたします。このスターホースポケットですね、今まで遊んだ動画集プレイリストに載せております。こちらも説明欄に URL 記載してます。ぜひご覧ください。またこの動画最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。